さてと、これで邪魔者は消えましたね。さあ、風花さん、私と戦ってください。ユリコ、お願い、考え直してちょうだい。考え直す？何をですか？香りを話してくれれば、これ以上何も追求しない。魔法書庫に入ったことも、先生方には黙ってる。そもそも、私たちが争う理由なんてどこにもない。そうでしょう。そうですか？私は、あると思いますけど。風花さんだって、それはよく知ってるんじゃないですか？どうしても、戦わなくちゃダメなの。ええ、風花さん。今、香織さんをお返しするわけにはいかないので。それに理由なんて、あってもなくても同じかと。だって、私たちは魔法使いなんですよ。優れた魔法使いなら、己の力を示さなくては。あなたのパートナーだった彼女のようにね。あなたとは相入れなさそうね。奇遇ですね。私もそう思います。撮影と違ってやり直しができないので、ちょっと緊張しましたけど、楽しかったです。私もとっても楽しかったな。こうして二人で話すのもなんだか新鮮だったね。そうですね。衣装があんまりにもセクシーで、最初はちょっと戸惑っちゃいましたけど、風花さんの衣装も大人っぽくてセクシーですよね。魔法使いとしての格が一段も二段も違う気がします。本当？ありがとう、ゆり子ちゃん。私も今回の衣装はとっても嬉しくて、すごく気に入ってるんだ。はい。それに、なんといっても正義側の魔法使いですし、私、悪の組織の女幹部とか悪い魔女の役とか多かったから、正義側ってだけで嬉しくて、ごめんなさい、つい嬉し涙が。風花さん、喜ぶハードルが下がっちゃってませんか？プロデューサーさん、責任取って風花さんに正義の味方とか取ってあげてくださいね。わあ、本当ですか？ありがとうございます。その時は頑張り